はい、どうもよろしくお願いします。俺ね、お化け屋敷がすごい好きなのよ。あ、そうでね、西洋のお化けよりも、日本のお化けの方が怖いと思う。それは絶対そうだね。そうでしょ、だから東洋のお化けばっかが出てくるお化け屋敷をプロデュースしたいから、ちょっと入ってきて。ああ、なるほどね。わかりました。ガチャ、ここか。ようこそ恐怖東洋の館へ。うわ、むちゃくちゃ怖そうだな。果たして生きて帰ってこれるかな。いや、むせちゃってんじゃん。全然怖くないよ、これ。なんだこれ。進むがいい。亡霊がお前に話しかけてくるぞ。亡霊？ちょっとちょっと、挨拶がないじゃない？ちょっとちょっと、挨拶がないじゃない？なんだこれ。君たち、師匠は誰なの？君たち、師匠は誰なの？いや、東洋の館ってこれ東洋館じゃねえか。全然怖くないだろ、師匠出てきても。事務所はどこ？いや、もういいや、無視していこう。さあ、どんどん進むがいい、うん、恐ろしい世界に引きずり込まれるぞ。うわ、なんだよ。ああ、なんか出た。歯医者の営業とか行ける？いや、それ違う意味の怖さだよ。芸人として怖いだけだから。ギャラないけど。いや、絶対行かないだろ。さあ、奥の扉を勢いよく開けるがいい。なんだ、これか。バタン。扉は静かに開けなさい。うるせえよ、そっちが言うからやったんだよ。礼儀は大事だからね。口うるさい師匠じゃねえか。もう無視していこう。トイレまで持たなかった。いや、汚すぎるだろ。いや、ある意味一番怖いけども。なんだよ。俺ら今日持ち時間15分だけど、ケツがあるから2分で降りてくるわ。いや、それ芸人としての怖さだよ。一般の人分かんないから。1枚。え、何？2枚。え、何数えてんのこれ。キャラが減った。知らないよ、それそっちの問題だから。こっちは怖くないんだよ。ジリリリリリリリ。何？ジリリリリリ。何の音だ？目の前の電話の受話器を取るがいい。え、これか。もしもし。来月の営業をバラシになりました。いや、どうでもいいよ。全然怖くないんだよ、それを。さあ、舞台を見るがいい。何舞台？時が止まった亡霊の姿を。時が止まった亡霊の姿？スタンプ最後はあります。いや、時事ネタが古いだけだよ。言ってんだよ。時が止まった亡霊って言わないよ。何言ってんだよ。もういいよ、無視していこう。おい、なんだよ。100円の風俗見つけたけど、行く？行かねえよ。何の話してんの？かけてじゃねえか。さあ、最後は亡霊がお前に罠を仕掛けてくるぞ。え、亡霊の罠？おはようございます。どうも、春風カンタです。あ、どうも。おい！ちゃんと突っ込めよ。俺は、青空モンタだよ。いや、わかんないよ。登場人物全員知らない人なんだよ。あ、いや。今なんか通った。え、なに、おはようございます。何の声なの。今後ろ通ったのは亡くなった師匠たちだ。いや、不謹慎すぎるだろ。え、いや、すがりまし、東洋の館これ全然怖くないよ。あ、そう。こんなのがあと4時間半続くよ。いや、むっちゃ怖いな。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。